中国南部の多くの地域でこのほど暴風雨に見舞われており、特に広東省では雷雨と強風が激しく、多くの地域で深刻な被害が出ています。中国メディアの報道によると、広東省や珠江デルタで大雨が降り、局地的には猛烈な豪雨が観測されました。山津波や地質災害が多発し、一部の地域では浸水が発生しました。最も深刻な地域の一つである松江市では、4月の降雨記録を更新し、洪水警報が発令されています。ネット上で出回っている動画には、暗い空の下、洪水が荒れ狂い、市街地の一部では、深刻な浸水が発生し、道路は洪水に飲み込まれ、多くの自動車が洪水に流された様子が映っています。広東省西安市は19日、豪雨に襲われ、多くの家屋が水浸しになり、多数の車が損傷を受けました。地域内の多くの川の水位が警戒線を大幅に超え、数多くの道路で深刻な水没が発生しました。さらに、一部の高速鉄道の車内にも水が浸入し、多数の列車が運行を停止しました。